皆さんこんにちは、ユーロデザインの山村です。今日はですね、この、ルノーメガーヌ RS ルノースポールのご紹介です。一応試乗編の方も撮ってありますので、後ほど概要欄の方に貼っておきたいと思います。よろしかったらご覧ください。この車はですね、平成28年今日7月1日になりますが、今販売中の車です。2012年式平成24年の、8月登録で、後期モデルでマイナーチェンジがその年にありまして、265馬力になった方のメガーヌ RS です。走行距離はですね、4万3000キロ弱ということで、4万3000キロという表記をしておりますが、大変綺麗なお車ですね。ボディのコーティングも新車時と、それから、去年の車検の時にももう一度再コーティングがしてあるとのことで、非常に綺麗な状態です。でこの車割と飛ばして乗る人が多いんで、こういうところに飛び石がありそうですけども、この車はないんですね。で前オーナーさんはそういう飛ばすような使い方をしている人でもなかったので、私の知り合いなんで、どういう風に使っていたかは伺ってるんですけれども、フロントの窓ガラスなんかも綺麗ですよね。でボンネットも非常に綺麗な状態です。でね、特にね、傷という傷がないんですよ。本当ね、これは報告しておかないとというものは、傷はないんですよね。非常に綺麗です。ホイールもガリ傷がない状態ですね。じゃあ内装の方行きましょうね。で、このドアのこのモールのところに、ビニールのこういう保護テープが貼ってあるんで、ここも綺麗なんですけど、保護テープの中はちょっと汚れちゃってます。で、このテープを、あとここもですね、剥がしてしまえば綺麗になると思いますので、これはお好みでいいと思います。どちらでもいいのかなという気はいたしますね。これ運転席、助手席両方ともこういう感じになっております。内装の状態なんですけれども、そうですね、ちょっと若干ここのやっぱ乗り込むときに擦れるところ、ここに擦れが見られるかなぐらいで、タバコも吸われていない方でしたし、ペットも乗せられてないんで非常に綺麗です。後ろもこんな感じですね。でこの後ろのシートね、ちゃんと座れます。別にめっちゃ狭いとかいうあれではないですね。3ドアなんで、ちょっとこう窓は小さいですけど、ちゃんと座れるシートになってますね。で、フロント2脚、これがレカロシート、ルノー純正のレカロですね。でこのシートなんですけど、調節はここでハイトアジャストができるのと、それからこれで背もたれの角度、ただこれで前後ですね、この3つができます。でドライバーズポジション関係にして言うと、あとここですね、このこれかハンドルも上下、それから前後にも行きますね。はい、ちょっとじゃあエンジンかけてみましょう。ここに挿します。これキーなんですけど、このカードキーをここに挿して、でスタートストップを押すと、はい、分かりました。でこれがエアコンの操作関係。ちょっと嬉しかったのは、このソフトとファストっていうのがあるんですよね。オート以外にももうちょっと優しく効かせる、早く効かせる、風がすごいすごい、ちょっと風が聞こえないんで、ちっちゃくしちゃいますけど、でそれからこれがオーディオですね。で、ここを操作して表示はこの上です。ここに表示が出てます。ちょっと一回電源入れてみましょうか。電源入れて、中古トラック専門店の丸山自動車です。0489333111。
今ね CD とか入ってないんでね、ノンベイターになっちゃうんですけど、あとここに CD が入れられて、それからこう USB ですね。でこれがあのイヤホンジャックになってますんで、でねこれ iPod、iPhone、まあ、僕の場合 iPhone だったんですけど、 iPhone をあの繋げたら、そしたら中の曲が聴けて、しかもここにあの曲名が表示されてましたね。はい、でこのモニターはですね、さらに大事なことができまして、ここにあのサテライトスイッチがついてるんですけれども、このねメディアとラジオっていうのをこれ同時にこう上に押すんですよ。そうするとこうなります。長押しします。いいよ、はい。でこれ OK っていうのは実は昆虫見えないですけど、この裏側にボタンがあって、それを押すと、そうするとこの RS モニターっていうね、このルノースポールだけについているこのモニターに切り替わります。でこれが全部で5ページあるのかな、6ページか、はい。でアクセルガイドとかパワー、トルク、それからブレーキの液圧、これ、ね、今止まってる状態でブレーキをこうやって踏んでもこう液圧なんで表示されるんですけど、あとストップウォッチと、これね0100と04が多分あの測れるんでしょうね、それから G メーターと、でこれなんですけど、これはねここに ESP の、スイッチがあるんですけど、これを長押しすると、そうするとちょっとねアイドリングが変わって、それで、このねアクセルのその反応の仕方っていうんですか、これがねこのサテライトスイッチを回すことで切り替えられるんですね。でかつこのモードにすると、最大出力265馬力が出るようになるそうです。でもう一回ポンと押してあげると元に戻ります。これは多分 RS の、専用の装備になるのかな。はい、であとここに6速マニュアルですね。パターンがですね、バックがこの1速の向こう側にあって、それはこのここを引き上げるんですけど、引き上げないでこうやってやって、こうするとこれは1速なんですよね。でこれをさらに引き上げてあげると、もう一段向こう行って、これでバックに入ります。でバックに入るとこの車は後ろにあの、バックモニターはないですけどセンサーがあるんで、ピッ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 って教えてくれますね。はい、それからここがこれはねクルーズコントロールとスピードリミッターなんですね。こっちがクルーズコントロール、こっちがスピードリミッター。ここで見るとこういう風に表示が切り替わります。クルーズコントロール、スピードリミッター、でそれをここでこの2つで操作するという風になっております。あ、エアコンめちゃくちゃ冷えてますね。でそれから左側、こっちがウィンカーとかスイッチ関係、あ、ごめんなさい、ヘッドライト関係で、こっちがワイパー関係です。リアワイパーもついてますね。で電動ミラー、ドアミラーですね。ね、ちゃんと格納も電動でやれるんですよね。はい、で右左選んでこれで調整すると、それからパワーウィンドウ、いいですね。あのこれでカリカリカリとか変な音してるとちょっと怖いんですけど、変な音はしてないですね。一回下まで下げてみましょうか。そうですね、大丈夫です。はい、であとはここがあのグローブボックスになってまして、この中に ETC が入ってます。はい、といったような感じでございます。今日現在42,782キロのお車ですけれども、ちょっと試乗編とかでもお話してますが、あのタイヤも交換されてますし、メンテナンスもずっと記録簿がちゃんと入っていて、かつ前のオーナーさんがすごいあのなんていうんですかね、丁寧に乗っておられましたね。なんていうかサーキット走行するとかそっちの方向ではなくて、丁寧に乗られてて、基本は通勤で一般道を走っておられました。で、いろいろね、
面白いことされてるんですよ。車自体はフルノーマルなのでそこはご心配なくなんですけど、例えば空気圧の調整をすごく凝ってみたり、あとタイヤの組み方で位相を合わせて組むというやり方があるそうで、そういったことをやられていたり、あとね、ブレーキパッドがね、あともう2種類あるのかな、それもお付けしますんで、また楽しんでいただけたらと思うんですけれども、その辺のお話は、またお会いした時にでもお話ししたいと思います。ということで今現在、うちで販売中のですね、ルノーのメガーヌ RS のご紹介でした。皆様ぜひ振るって買っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。